いやでも、モチベーションを持たせてくれる本ですね。最初の方の家を出る時の電車の中とか、なんか自分と照らし合わせて一緒だなっていう風に、僕もやっぱり大分から福島行ったんで、かなりあの距離離れて行ったんで、なんかそういった部分でそこは印象に残ってますかね。やっぱりお母さんの手紙だったり、スパイクもらったとこだったり、なんか自分が中学生に描いてた夢だったり希望だったりっていうのを、あれのシーンを見て思い出しましたね。自分も全く一緒で電車に乗って行ったなっていうのを一人でなんか照らし合わせながら見てました。結構親元離れて出る選手も多いだろうし、そういった意味では自分も経験した部分なんで、多分印象に残りやすいんだと思うんですよ。でももうまっすぐに、なんかもうサッカーが好きでサッカー選手になりたいっていう、もうただそれだけだと思うんですよね。もうそれ以外何もあんまり考えてない。なんかもう向こうに行って不安とかも、まあ、多少は思ってたと思うんですけど、親元離れて。そんなことなんてあんまり考えないぐらい、そういう環境に飛び込んでサッカーがしたいし、プロになりたい、プロになるにはそこが近いと思ってたんで、葦人も同じ気持ちで多分飛び込んでいったんだろうなっていう、うん、思いながら見てました。ベターっていうか、葦人と大友選手ですかね、英作はなんか普通に好きですね。まあ、サッカーが好きっていうのがすごい伝わるんで、プロになりたいとか、もっと上に行きたいとか、そういう向上心の塊っていうのは、なんだろう、やっぱ見習うべきだし、僕も、まあ、そういったとこは見てて、パワーもらえるんで、すごい好きです。単純にもうサッカーが好きなだけだと思うんですよ。そのやってる本人からしたら、多分葦人もそうだと思いますし、もっと上手くなりたいとか、そういう単純なことで、まあ、小さい頃なんていいと思うんで、そういう気持ちがあるのがやっぱりすごい大事かなっていう、そういう気持ちがあればやっぱり何でも努力できるし、あの壁にぶつかっても挫折せずに続けられると思います。もう一人挙げてくれた大友選手、どこがメッセン、なんか普通に僕がもしその漫画に入ってたら、友達に一番なんか友達になりたいなっていうキャラもいいですし、まあ、なんかちょっと試合前とか緊張したりするけど、でも試合になったらすごいメンタル強くて、あのハートの強い選手だなっていうのはすごい感じるんで、いいキャラしてるなっていう、その本当僕も入ったら葦人と大友はすごい仲良くなれんだろうなっていう意味でも、すごい好きなキャラクター、最初から好きなキャラクターで、なんかセレクションメンバーですし、なんかそうですね、そこで好きになりましたね。一見なんかメンタル弱そうに見えて、持ってる自分の芯は持ってるっていう部分ですごいかっこいいなと思いますし、なかなかチームが勝てない状況でも、この状況って意外とポジティブなんじゃないみたいな、今まではこう遠慮してたみんなと今は対等に話し合えてるじゃんみたいなところも結構グッとくるようなことを本当に言ってくる、ね、そうですね、なんか不意に言ってくるんですよね。確かにそうだなとか。どうですか、今のチームメイトに大友選手みたいなキャラクターいますか。まあ、今だとやっぱそういう声出してくる大井健太郎さんとかは、はって気づかされる部分もあるし、不意になんかチーム全体をまとめてくれる、言葉もかけてくれるし、まあ、そこはすごいなっていうふうには思いますね。どうでしょう、あの青足に出てくる阿久津選手みたいなセンターバックと一緒にプレーするっていうのはどうですか。いや、それ俺もなんか想像しながらやったんですけど、俺メンタルやられてんなと思いますけどね。俺だったらもっとボロクソに、なんかサイドバックに転向してから、その後かな、なんか寮かなんかでボロクソに言われるんですよね。なんかやめちまえか、なんか帰れみたいな、なんか
でもなんかそこで守備教えてくださいみたいな頭下げるんですよ、アシトがボロクソに言われた後に。これできるかなと思う、僕にはそうはできないっていうか、もうできないなと思って、すごいメンタルだなっていうのを思いました。高校生ですもんね、まあ、普通に怖いですけどね、あんな言われたら先輩に。その相手のことを思って多分言ってると思うんですよ、阿久津も勝ちたいとか向上心があるからこそ。でも多分やれるやつにしか言ってないと思うんですよ、それは思うんで。だからブレてない選手だからすごいいいと思うし、言っても自分もやってないくせにあんな言ってたらダメですけど、自分もやってるし味方にも要求してるんで、そこは全然、うん、いい選手だと思うんです、そこは。いやでもあそこまで言える、高校生で言える選手は相当すごいと思います。プロでもなかなか多分あそこまで言えないだろうし、プロになれるっていうか、プロ以上のメンタルとか考え方を持ってるなっていうのは思います。まあ、壁にぶつかることだったり、うまくいかないこともたくさんありますけど、自分の中ではそれをなんだろうね、改善して自分のものにしていったら成長につながるって思ってプレーしてるんで、負けた試合とかのは反省点はたくさんあるし、そこから成長できる部分は勝った時よりも大きいかなっていうふうには思ってるんで、まあ、そうやってやってきましたね。なんか壁にぶつかっても自分が強くなったり上手くなるためだからこれがあるっていうのを思って、まあもちろん試合に出る出れない出る出れないプロあるんで、まあ、出れない時こそ何ができるか、自分に何が足りないから出れないのかっていうのを常に考えながらやってます。こっから A チームに入ってますけど、プロに入って世界で活躍できるようなサイドバックになってほしいっていう、まあ、あとはチームを勝たせられるようなサイドバックになってほしいなっていう、僕の理想でもあるんで、それは試合を作るじゃないですけど、やっぱりフォーカスされるのはボランチの選手ですけど、特に今なんかはやっぱりサイドから起点になることも、サイドバックから起点になることも多いんで、そういった意味では試合のゲームメイクをできるようなサイドバックになってるんじゃないかなっていうのを期待します。もうユース段階の試合ではそういうレベルまで到達しつつありますもんね。そうですね、やっぱりもう抜かれたなっていうあんな見れねえよあんな視野広くねえよと思いながら、やっぱ特に今なんかはやっぱサイドバックって非常に重要なポジションで、試合の、一番大事な、そこで止めたら、リズムが出なかったりするポジションなんで、勝敗プラス流れっていうのを左右するようなポジションにもなってきてると思うんで、まあ、今なんかこう中に入っていったり、サイドバックからちょっと高い位置取って中に入っていったりするプレーも求められるチームもあると思うんで、僕自身いろんな戦術しかりポジションしかり、そこにいかに柔軟に対応できるような選手になっていくかっていうのは大事だと思うんで、僕自身そういうアシトのような選手になりたいなっていう感じですかね。